then I hereby declare war on you all. The fourth great ninja war. これは英雄の物語。悪しき獣に襲われし、木の葉を救った英雄の。 まさに命を懸けて戦った。 気高く燃える意志を抱いたものの。俺に気づいたか。
すところも慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。朽ちることのない真実の物語。序章、九尾襲来。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだ、あの術は。やつは一体。里も気になる。だが、あの一瞬でよくもここまで。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるという。すでに希望などお前らにはない。戦闘開始。球技を操ることの力を持ち、そして効果に出入りできます。それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたがウチハマダラだというのか。さあどうだ。予想通りだ。予想通りだ。里の様子が気になるようだな。しかしだからといってこの俺から目を離すことはできない。葛藤だな、四代目火影。里のことは三代目と里のみんなを信じるしかない。今はこいつを仕留めることに集中しなければ。諦めるには早いぞ。三代目、いかに強大な力を前にしても臆してはならん。わしらには守るべきものがある。行くぞ。今こそ木の葉の力を結集し、里の外に奴を追いやるのじゃ。おお。私はさせん。行くぞ。
動を開始。行くぞ。
じゃが、この歯は負けぬぞ。ここだ。これは契約封印。これでキュービはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。戦闘開始。どうやらよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれ、キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑るもの。やりようはいくらでもある。あの感じ、嘘で言っているんじゃない。けど、今。里の外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。また俺をやる気か。させるか、ボギー。
だとか。四代目、わかってる。迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫かい。大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。英雄、道警を背負い希望をもたらす。いかに死地を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う。そのもの英雄。日々が経ち過去が未来に転じるとも、その名は微塵も朽ちることなく新しき時代に轍を残し、混迷の世に今一度名は継がれる。そのもの英雄。歴史に刻まれし新風。その名は。ラーメンラーメン。しかもかかし先生のおごり。嬉しいってばよ。まあ、お前もさくらも復興作業に頑張ってるからな。たまに部下をねぎらうってのも上司の役目でしょ。サイも来られたらよかったのにね。用事があるんじゃ仕方ないさ。次の機会だな。大丈夫だって。サイの分まで俺が食べてやっからさ。いや、何が大丈夫なのよ。
とにかく楽しみだってばよ。しかしその様子を見てると木の葉を救った英雄とはとても思えないな。げ、かかし先生もそれ言うのかよ。この頃どこ行ってもそれ言われてさ、こそばやくって仕方ねえんだけど。ま、お前が里を救ったのは事実だろ。人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよ。て、そんなことどうでもいっか。今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ。だな。待っててね、ラーメンちゃん。ほんと、どんだけよあんたのラーメン好きは。よ、はあ。